釜石さんが亡くなったんで、釜石さんの曲やります。やつらの足音もある。
から生まれた星が一つ、暗い宇宙に生まれた。星に Baby Love Love という曲です。ラブラブ。ラブラブ。マイベイビーだからね。娘がおりまして、娘がね、2歳か3歳ぐらいの頃かな。江ノ島の方に私住んでたことがあって、でその時によく娘と江ノ島までね、土日散歩テレビで手繋いでね、散歩行ってたと。その時にふっと、作った浮かんできた向こうから。
マイベビーラブ。娘もあって、娘もお父ちゃんバンドをやってた音楽やってたって知らんなと思って、
ちょっと娘に聞かせたいなと思って、それでちょっと弾き語り始めた時に、あれだ、街角音楽祭っていうのがあったんですよ、湘南街角音楽祭。で、弾き語りあなた、それで出てみようかと。で、オリジナル作ろうかなと思って作った曲なんですよ。最初も、そうですね、一回やめてから、弾き語りでも最初の曲ですから。娘さんが お嫁さんに行くことが分かって切ない曲ですね。そうですね。それ別に説明せんと分かんないじゃないですか。聞いたのこと言うからね。いや、いい曲だなと思って非常にいいなと思っていい曲でね、うん、いい曲で。あのね、なんかね、やっぱり自分の生活から曲できるんで、曲はね、その時代時代にあって、あの曲もその自分の私生活と同じこうして進んでるから、次の曲はね、スーツのポッケにハーモニカっていう曲なんですけど、これはまあだから仕事辞めて、子供を来てね、まあ普通の家庭を持てたと。それまで私ね、35ぐらいまでバイトしてたんですよ。あのちゃんとした仕事しないとね、いろんな人にね助けてもらってね、なんとか生きてたんですけど、である時ね、バイト先に電話したんだ。あの一回、まあ、バイト辞めて、で別のバイト探す、フローメーカーなんか見てね、で駐輪場のね、なんかあったんですよ。でそれ電話したらね、向こうの人がね、あんたね、35歳でバイト探すんかい。もうそろそろ就職するのやばいんじゃないかって言われてね、はたと気がついて、ほんで、ああ、そっかと思って、ね、音楽やってればいっちゃうわと思ってね、ほんで慌てて就職して、でなんとか現在に至ると。あの時だから、その親父に怒られなかったらどうなってたんやろなって。で、まあ働いて、4、5年したらね、まあ音楽もやってなくて、あの釣りぐらいしか趣味なくて、でもなんかどっかでまた音楽やりたいなっていう気持ちがあって、そんな気持ちを曲にしました。Yeah.
最後の、シングルオーラジオという、あー、はい、いいね、ちょっと余計なもん入れます、ですね。Oh,
ところを